こんばんは、せんちゃんだよゆっといって毎回なんか違う車のアクション入ってきてるけど言ったらやってくれるの。いや言ってくれたら一応考えるからということで、本日はですね関東松田、うん、高田の馬場店さんにお邪魔しております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。本日ゲスト呼んでおります。あらこの方です。どこ？あっ、車を持ってきましたね。車を持ってきましたね。今温泉決まったね。完全車温泉でしたよね。はい、三木亜生です。はい、よろしくお願いします。本当にね、明るいんですよ。寝赤だよな。明るい大学生やと思ってください。ほんまに数少ない仲いいと思ってる後輩の一人です。はい、あ、そうなの？本当です。本当数少ない。でも、まあ、夜のブランチっていう番組を、あ、そっかそっか、レギュラーでもあれ4年ぐらい。僕にしか心開いてないんです。向井さん。なかなかレアよ。はい、汗を俺は初めてというかね。ほんまにこの3人は。確かにそうだね。佐藤さんはほんま。なんすかね、楽屋にずっといるっていう感じの。なんかそのいやそのほんま俺すぐ出るで楽屋。いやなんかそのすぐ出て、うん、で帰ってきはるんですけど、なんか見たことないなんか食べ物も持ちながら楽屋帰ってきて一人で食べたはるルミネで底抜けに明るい大学生だと思ってください。ほんまに携帯知れないからちょっとまだ。あ、そうか、幼くんとやすいはそんな感じ。だから仕事では合わへん。そうです。あんま一緒にならない。一緒にならないね。全然ならない。ミキとチョコプラはそう。チョコプラさんがスケジュール無理やった仕事がミキに入ってくるんで基本的に。いやそう、なるほどね。テレビでほとんどほんまないっすね。マジで。ほんまないっす。本日車紹介していただける方。よろしくお願いいたします。お願いいたします。 します。あ、お二人で、はい、案内させていただきます。横山さんよろしくお願いします。久保田と申します。久保田です。横山さんお願いします。よろしくお願いします。亜生くんもやっぱ車ね、はい、好きよね。僕のはもうボロボロの車なんで。あ、だから旧車が好きなのな。そうですね。ボルボー、まだボルボーでした。はい、かっこいいの乗ってたね。うわ、かっこいい。あら、まあ、すごい。うわ、かっこいいな。やっぱ松田さんはやっぱ赤なんですよ。やっぱこう、あ、そうなんですか。松田さんは赤なんですか。あ、そうなんや。はい、そうなの。この赤がめちゃくちゃ綺麗なんですよ、やっぱり。まあこれちょっといろんな特別塗装になってるので。はい、そうなんですか。はい、結構何年か前にこうガラッとこのあのね、企業さんのこうイメージを、はい、はい、めちゃくちゃチェンジした時にこの赤っていう詳しい。はい、はい、すごいね。はい、すげえ。かっこいいですね、やっぱね。かっこいいな。丸みがあるん、すごいな、やっぱここね。なんかね、このね、フロントの顔のやっぱデザインがやっぱり、ね、ここですか。めちゃめちゃシャープです、やっぱり。これなんていうんですか、グリル。グリルね。グリル。あ、グリル。フロントグリル。フロントグリル。ここもかっこいい、中が。うわ、ほんまや。中が見えますね。中見えますよ。中が見えますね。あんま言わない。中が見えますとか。ホイールでかいですね。あら、ホイール。ホイールはこれは20。おー、でかっ。ストーンとタイヤですね。なんか、普通こう。ストーンとタイヤ。いや、そう、なんかこの、モコみたいなのがあるじゃない。車にはこの、まあまあまあ。もっとこう、モコって、こういう車って。あ、ストーンってタイヤ。うん、まあまあまあさ、一旦お下がりくださいな。その一旦お下がりください。明るいな。明るいだよ。そうそう、ここら辺がそのボット出てないこの SUV にしては、はい、はい、スマートな、ね、スマートな感じですね。やっぱいいな、これ。これ PHEV なの。あ、なるほどなるほど。ハイブリッドでね。はい、はい、やっぱこれ内装がね、あら、おしゃれですよね、これ。あ、いいじゃない、革が。革がね、これは。あ、スウェード調になってるね、もうちょっとね。はい、ちなみにこれが今、最上級グレードのプレミアムスポーツ。あ、プレミアムスポーツ。うわ、いいですね、これ。あ、ちょっと中央はアルカンターレみたいな。ナッパレザーとスウェードのコンビですね。あ、ナッパレザーなってる。はい、ナッパレザー。アルカンターレと。ここら辺はもうね。あ、うわ、すごっ。え、ここも。スウェードになってたここ、はい、めちゃくちゃいいなこれ内装。これどうこれどうよこれ。アルカンターレとナッパレザー。ナッパレザー。どう感じてみろ。
アルカンターレとナッパレザーをどうなの。アルカンターレだなこれはこれはだいぶアルカンターレ、ね、アルカンターレ今までの一番のアルカンナッパの、ね、ナッパのナッパだよね。ナッパだな。そこナッパじゃない。ここから違うんですか。でもすごいここがなんかスウェードな、うん、スウェードとこれのすごいやっぱ高級感あるよね。うわ全然すごいなこれ。すごい。こんなんでルミネとか行ってですね。やっぱちょっとおってなるよな。なりますよね。わかる。ルミネ行くのこれ。ルミネ行くの。ね、はい劇場。ルミネで劇場行っても誰も見てくれへん。あそこの駐車場、駐車場ないしほんで。あ後ろも、あ後ろもいいですね。スタイリッシュめちゃくちゃ。はい。あはい。逆だろ。このちょっとやりすぎよそれ。このこれがいらんってことですね。えこのあ電動ってこと、ね、電動でしょ。あなるほどなるほど。わかる。ちょっと、まあ、俺もやりすぎ。ちょっとやりすぎ。ちょっとやりすぎ。ちょっとやりすぎ。いやいやそんな別に珍しいもんでもないから。最近はこう。最近こう。最近はこう。それぐらいをしてる。ああただまあ広い。これは何ですかこのこれの。もし教えていただければ。教えていただければ。やばいじゃん。おー出た。なるほど。あそこが真ん中開きました。そしてはい あ簡単え。こんな簡単にフラットにするのも、はい、うわーすごいな。あいいですね。フラットいいですね。これはもうすごい広々ですよ後ろが、どうですか楽しい。これもせっかくですからじゃあいつものいつも私はこれでちょっと2台チェックしてるあどうです。これはいいですよ。いやこんな寝方あるの。こんな寝方あるの。これはいいですよ。これいいって分かるかな。ここの素材、うん、これ寝やすいようにやっぱ作られてるというか、うん、寝るようじゃないすっごい優しい。優しい。でも優しいのよ。優しいわこの素材の厚化感がすごい。そう確かに厚みがすごい。だからまあ荷物にしたって、うんうん、やっぱこうちゃんと丁寧に運ばれるだろうなっていう印象は受けます。あラジオの楽屋が狭いから。あそうこれは本当そうなんだ。そうだからこ、車を今楽屋に使いたいっていう。そういうことか。駐車場に止めとけば楽屋になる。確かにそうそうそう。なんか一個そこも見てんの向井は。これは何なのここ。なんか網網なんか見えないように。そうです。例えばゴルフバッグ的にもう見られない、取られないように。あここでいけるのか。おお、ね、あなるほどなるほどなるほど。これも取れる。取れます。あえあここすごいな。ここにちゃんと100ボルトのコンセントがついてますね。これちゃんと、はあ、車中泊もできる、ね、できますね、キャンプソロキャンプできる。え1500ワットっていうの。VTV なので、はあ、何か災害あった時 VTH で出せるんですね。そうなんだ。なるほどね。だからこれを持っとけばだから家が停電してもこっから電源になるってことね。おっきいバッテリーだから。バッテリーか、うん、すげえ、うん、そういうことも考えられてるんだ。そうなんですよね。こっちこっちこっち。あーいいじゃん。うわすごい。えパノラマルーフ。あ上ね。いいねこれ夢ですよ。あこれも広い後ろね。うん広々。いい席向かい。あらちょっと3人あ3人乗れる。いやいいです。全然あ全然いい。いいですよ。すごい。えこれも開くんですか。これ開きます。あの 前だけは開きます。あここだけ。あここだけガッと開く。なるほど。まあ、これぐらい開いてます。ここ、ね、これ全然これ広いのめっちゃ開いてます。これぐらい開いてます。なんでこれグーと寒い示し方が独特なのよ毎回。これぐらい開いてますね。大きさとか広さが変なんだよ。ここ伸びるし。いやその時々入らへんやつあるじゃないですか、うん、そうね。ここもしっかり結構遊びがたっぷりあるからね。作られここ雑誌ジャンプとか全然。ジャンプめっちゃいい。ジャンプいらへんやろ。ジャンプ毎週買ってるから。どういうやつやん、まあ、ジャンプ入んなここな。いや入んない入んない。マガジンもいける。マガジンもいけます。サンデーいける。全部いけます。これでおいくらになるんでしょうかこちらは。あお値段あ650万。あら、ね、これだからえこのカスタムだとさらに
これでもフルカスタム。そうです。ここからまた諸費用とかはありますけど。ああ、はいはいはい。本体価格はもう。そうです。そうなんだ。コスパめちゃくちゃいいと思います。いいですね。会社だったら普通にも800とかいきますよ。そうですね。それは。本当はこれぐらいのやつに私も本当に乗りたいんですよ。本当はね。本当はそうなの。本当は乗りたいね。本当はそうなの。だから駐車場がないんです。そこが問題。駐車場難民なの今。あのマンション？そう、一回来たことあるんです。あ、そうなんです。あのマンション入れない？一回行ってんだ。一回あの家は入れてないけど。家は入れてくれへんかった。なんで？家は入れてくれへんかった。マンションの前で喋ります。マンションの外までの関係までは来てます今。だから前の家とかはコロナ禍でちょっとな向井の家送って行って、あ、はい、でまあ飯はやってへんやん、はい。じゃあちょ向井の家でちょっと飯食うみたいな。はい、いやちょっと家無理やな。いや家別に一人暮らしでいいやん。はい、いやちょっと部屋汚いしみたいな。え？女子大生みたいな。おさかさんで無理なの？はい、無理無理。ほんで二人でココイチテイクアウトして、はい、公園で夜の公園で真っ暗な公園で二人でカレー食って。入れないですうちはなかなか。それぐらい入れない。いやなんで？でその外まで来てるのも結構すごい。あ、そうこれはもうそこまでも来れない。そうなかなか、ね。はい。じゃあいいとこまでは来てます今。あらららら出ました。すごいロードスター。あらうわーロードかっこいい。かっこいい松田ロードスター。これはかっこいいわ。これはいいな。松田のね、はい、コンパクトなこのスポーツカーといいますか。はいはい、でちょっともう乗る理由がまた違うね。そうですね。こういうのってまあそうですね。なんかもうかっこいいもん。そうそう、まあ、これはもう大人の、ね、確かに仕上がった人間が趣味というか。そうですね。そう、分かる分かる。仕上がった人間が仕上がった人間の選択する車。はい、やっぱりだからファミリーとかそういうことは一回そういうことじゃない忘れてるじゃん。そうですそうです。これこっちとこっちは何人が違う？これはニューモデルで。あ、これニューモデル。こっちが高台車。はいはいはい。布ですね。はい。だからオープンになる。はい。フルオープンです。はい。で、こっちは RF なので、リトラックファーストバック。はい。ここだけが開いて、ベースが残るタイプ。あ、そうなんだ。こういう開き方すんの？え、今開く？はい。開くの？もしもし。あ、ほんとに。いいですよ。いいじゃん。うわ。いや、これかっこいい。うわ、いい。いやこれ早いぜ。すごいすごい。サイドブレーキ、あれサイドブレーキあれもいいですね。ここいいってな、うん、ここかっこいいな。このサイドブレーキいいな。はい、いい音。いい音してます。いい音。後ろがまず電動で収納される。うわすごい収納される。うーわートランスフォーマーじゃん。ちょうるさい。うるさい。トランスフォーマーじゃん。大大がすぎて。これいいな。大キャンパスライフ感がすごいから。トランスフォーマー。いやいや、トランスフォーマーじゃない。確かにこの収納感かっこいいぞ。うん、これはね、だからオープンでもこれ後ろからこう風来ないから、うん、あだいぶそんな冬でも、なるほど。めっちゃ寒い。あったかいと思うよこれ。これロータリー。違います。これは普通の NA のレシプルエンジンで、あ、そうなんですか。こっちは 2000cc が入ってます。なるほど、はい、2000cc。 このボディで 2000cc を。今ロ、なんつったの？ロータリーエンジン。ロータリー？ロータリー。バスとかが。バスとかが。違う違う違う。ロータリー？まあまあロータリーじゃない。その意味だろうね。まあまあ同じ意味ですけど、うん、まあ、エンジン、いや松田といえばやっぱロータリーエンジンっていう、はい、松田さん独自の開発されたエンジンがあるんですよ。まあ、いやそれ昔でこれ FD とかね。FD、うん、FD とかガンダム FD ガンダム SD ガンダムじゃないSD ガンダムじゃないのか。こういう見たことありますやつじゃなくてこうぐるぐるぐるって回る。回るんやん。見たことありますよ。何よ。今エンジンやってくれはったんですよ。こういうのエンジン見たことある。あこっち MR FR です。 FR なの、はい、あ、そっか FR 50対50です。なるほどなるほど。結構ハイスコアですね。結構競ってるってことだよね。だいぶ50-50 だいぶの戦い。スコアじゃない。50-50。こっちがこのタイプで、はい、こっちはエンジンが 1500cc。 あ、なるほど、はい、リタ変わるんだ。
いやー、いやすごい、こういう車もかっこいいよな。かっこいい。いや本当にね、こういうのは1台欲しいですよね。これホイールをこれ16インチ、はい、あー分かりますね、すごい。でこっちは手動です。え、手動？そうなんですね。もう軽さを求めてる。なるほど。はい、あせちゃん、手動ってどういうことや。え、手でこれを、うわえ、あ、低い、低いですね。やっぱこれ低い方がスピード感じるんだっけ。もう低い方が感じる、やっぱり、うん、うわ、え、どういうこと、どういうこと、手で、はい、うわすごい、で、こう、あー、こうか、あ、すげえ、すごい、かわいい、すごい、いいじゃないの。軽かったですわ、もうスッと指一本でこうバカですね、この弟はバカですねで、こっちの方がなんかより開放感あるよね。まあそうね、開けた時の、はい、すごい、すごい。これなんで SOS？ え？これ SOS がある。こうしたらどうなんですか？ SOS ボタン、今回1月からの商品改良モデルに関してはここを押していただくと、なんか問題あった時に、はい、マツダのコールセンターに詰まった、はい、だから発作とか起こったりするじゃないの、はい、そういう時このボタンだ押せば直結するという、すごい、これは安心ですよね。これロードスターにこれついてるんですね。これでもこれ 1.5 リターンの NA ですか。 NA です。あ、 NA、 NA、 うん、ターボついてないです。 NA、 NA、 ターボついてる。ターボ、ターボついてる。ナレーションじゃない、ナレーションじゃないのよ。ナレーションじゃない、ナレーションじゃない。お値段おいくら？300ちょっとの。なるほど、はい、こういう車から始めてもいいよな。でもいや全然いいと思いますよ、はい、そんな独り身なんで。向井さんこれやったらもう仕上がったなって、もういよいよ結婚もせえへんやって思っちゃうな。なんかこれ向井さんこれ買ったら、いやちょっと危ない危ない危ない、ちょっとなんかね、コンパクト危ないぞ、いやもうこれすごい、なんかコンパクトでちょっと速い車欲しい。こいつは今思ってたんです。格変のように車を買ってるんだ。なんかちょくちょく見るんですよね、ネットニュースで。今現在4台。え？今4台。4台持ってんの？4台。なんで？今4台。なんでって。なんで？買っちゃうのよ。買えるから。怖いだろ。怖いよな。怖い。でかいの置く駐車場はないんですけど、ちっちゃいの置く駐車場はまだあるんです。怖え。テトリスやと思ってた。はめたい。はめたい。はめたいだけや。これ全長4000。これですね。はい、歴代一番短い4メーター切ってます。え、4メーター切ってんすか。はい、え、じゃあ3900。そうです。はい。うわあ、全然置けるや。はめたい。はめたい。はめたいな。消したい全部。今回ちょっとお借りする車を、はい、MX-30 の EV 車です。あら、はい、ここがね、うわ、え、どうなってんの。観音開きなんですよこれ。え、はい、あ、ここでね、あ、ここ、ガバッと、これ観音開きっていうのはおしゃれじゃないですかこれ。あら、すごいな。うん、なんでですか。開放感を求める車っていう形で、うん、まあ、お子さんなんかいれば向こうから開くことはできないので、うん、安全っていう形で、はい、すげえ。内装もすごいいいですね、うん、スタイリッシュで。やっぱうわー、すげえ。やっぱ EV だと中身もちょっと近未来的な、なんかどうなってん、なんかメゾネットなってるんですけど、ここ。え？メゾネットタイプになって、なんかメゾネットタイプになってるんですよ、メゾネットなってる。なんか、ロフト、ロフトが、ロフト付き？ロフト付き。ロフトがついてる。物件やっぱ俺たちさ、あ、まあ、ブランチでやっぱずっとやってきたから。あ、やっぱメゾネットとかロフトは気になっちゃうよ。しかもここなんかコルク？はい、え、コルク素材で、素材がコルク、マツダがあのトヨコルクさんってコルクのその会社から始まっている。あ、
そうなんですね。っていうところでちょっとエッセンスを。へえ。見たことない。すごいな。画面が2つありますね。いやだからここもなんで言うたらもう厳密では3つ分かれて。株やってる人のトレーダー。トレーダーの。え、これガソリンも入るってことだ。ロータリー V なのでロータリーエンジンはガソリンもあります。なるほど、そういうことか。はい、はい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 。だからエンジンで発電させて走るのは完全に電気。ああ。だからあの電気スタンドで。あの充電待ちみたいなもんない。え、そうなんだ、うん、だからガソリンで発電させてるんで。え、じゃあこっちはガソリンちょっとでいいってことですか。ちょっとそういう話じゃない、ちょっとそういうカテゴリーじゃない。ピュってピュってかけるぐらいのとこだけでっていうことじゃないですか。いやだから一回入れ、お前も一回で長くなるから一回入れ。すいませんいや分からん。だから発電機よ、発電機。だからエンジンは常に回してます。ただ電気をそこから発生する。そう、ただこれ回線ブレーキがついてるので、あのブレーキ踏んだらその時点でそのブレーキ踏むじゃん、はい、だからググって進んでるのを止めようとするじゃん、はい、その力でもう発電できる。はぁ、い、で、だいたいこれ航続距離はマックスどれぐらいですか。800ですね。800キロほど、はい。800キロ走る。すごいね。君の車は？リッターですか？6です。フェラーリや。これでおいくらですか？これで485万円です。あ、480万円。あ、そう。今回これを？今回これお借りします。あら、これ、はい、すげえ。ありがとうございます。これ。しゃ、はい。ありがとうございます。松田、ゴーゴー！すごいじゃん。あ、すげえ。過去一。箱一。声の出方と乗り方。はい。箱一。こういうのはちゃんとやりたいです。はい。こういうのはちゃんとやりたい。テレゼロ。はい。めっちゃかっこいい。迷ってるよ。うわ、マジで。迷ってるよ、あれ。マジでマニュアル欲しいのよ。うわ、これマニュアルだったか、これ。マニュアル欲しくて、そんなつもりで来てないいつも温泉行くねこれなあずっと車温泉行って行くねなあ、ニコラスケイジやなんでニコラスケイジ。ニコラスケイジめっちゃ持ってるから、はい、持ってる、めっちゃ持って借金して打ったっつって、うん、結構すごい、ね、ニコラスケイジですか日本のすげえほんまに先輩と旅行行ってる感じ楽しいっすねめっちゃいいっすわ。ただ楽しい。はい、うわー、はーい、ありがとうございました。今日はどちらへ。今日千葉の方に。千葉、はい、うん、え、で、だ、誰と仲いいの。ナダルと先輩だろ、はい、え、ナダルさん、ナダルの方が上なんだ。はい、一個上です。ナダル、そっか、せいやさんとか。そうかそうか、あ、そっかそっか、すごいな。じゃあミキめっちゃ早いんだよ。じゃあお兄ちゃんがスカちゃんさんとかと同期。スカちゃん、そうかそうかそうか、そうか、そう、なるほどな。で、はいはいはい、僕があのコットンとかと同期で、な、何一番こうバッて売れるきっかけになったんて何。27時間テレビやっぱあれか、はい、一緒やったもんな。一緒でした。あ、だからあれが最初で最後の僕らの共演やったかもしれない。そんな共演してない。ほんまにしてない。あれ何やったっけ、あれ。ネタバトルみたいな。ネタバトルでしたね。そう、うんうんうん、え、それで優勝したの。はい、あ、うん、それで優勝して優勝させてもらって、そっからだって僕ら多分3年ぐらいは大阪で。そうやんな、しばらくずっと大阪、しばらく大阪でやってました。俺はもう完全にブランチだよね。そうです、ブランチの、うん、いや、ブランチもめっちゃ覚えてますわ。その東京に移籍しますってなったら、うん、一番最初にブランチさんから声かけてもらって、いきなりレギュラーになって、レギュラーになってくださいって言われて、 うわ、いいんですかって、 ありがとうございますって。僕ら知らなかったんですよ、ブランチがどんな番組かとか。やってないもんね、はい、関西やってないから。で、山田奈々ちゃん と、ミキと3人で物件ロケした時に、はい、マジで収集つかへんから変なロケになって思って二人ともふざけるもんな、 そうですね、そうなったらミキって、はい、で、それで
2回目にはもう向井さんが入ってました、僕らのロケに。そうなんだよね、ツッコミ役で。その時に多分初めて、そうですね、がっつりかもね、仕事したのは、はい、だからやっぱ男前ランキング的なところでもやっぱ亜生と当時一緒になったもんね、うんうん、いや、なりましたよ。だって本当に2015とか6ぐらいのなんかアンアンか、はい、そうです、セックス特集みたいなやつだったよなあれ。よくあるね。そう、向井さんと対談しました。だそん時もその仲いいって感じじゃなかったよね。ないです、はい、あの仕事の時はね、はい、別になんかやっぱ そんなにまだそんなに向井さんのことはあんまり知らないなっていう感じでしたね。向井さんも昔やっぱすごかったっていう。え、いやいや昔ね。何がですか。昔すごかったじゃないですか、向井さんって。昔は何主語がないんですよ。何が人気とか。あ、それはもちろんすごかった。そうです、はい、うわ、高速乗りますよ。乗っちゃいます。はい、あーしゃー、はい、高速。いや、あのミキで覚えてるのは本当有吉の壁。やめてくださいもうそれで覚えてたね。一回だけですよ。あの時まだ全然それこそ東京の芸人さんも仲良くない時だよな。うわ、懐かしい。なんか居づらそうだなっていうのは感じてたの。なんかいや、もうこんなに 僕らも行った時にこんなにもう空気が出来上がってる番組とは思ってなかったんですよ。行ってあっていう、あ、やばい、もうなんか違うぞ。そんなことないんだけどね。いや、別にそんなことないけど。でも優しいから皆さん喋りかけてくれて、うん、僕は結構このあ、まあ、自分でも寝やかなんで、うん、わーっていけるんですけど、うん、いかんせんお兄ちゃんが意外とそうなんだよね。お兄ちゃんってそうなんですよ、めっちゃ人見知りなんで。でもさ、もうインスタさ、めっちゃなんか、いや、本当怖いんだよ。共演者とさ載してない、なんか怖いんだよそれが。怖いんだけど。いやいや、あれ何なん、あれ、あの人飯行ってたな、この前。行ってましたよ、あれ。え、僕と向井さん抜きで。夜のブランチって番組のな、レギュラー陣、俺と亜生だけ省いて、なんか。まあまあ、僕らも変えるの早いすぎるから。僕らにも問題がある。いや、だから俺は、昴生は結構そのコミュ力高いんやと思う。いやいや、これどうなの？俺もなんか分かんないんだよ。いや、だってその壁の時なんか、うん、そうなの、その時はそうだった。もうほんまに僕がバーって行って、うん、皆さんと喋らせてもらってる時、もうほんまいろんな人、ほんまにシソンヌさんとかも喋らせてもらったらバーって行ってたのに、パッて見たらもうお兄ちゃんずっと僕の後ろえっていて、毎回で、ロケバスも僕違う人の隣座ろうかなと思って2席あったからパッて座ったら僕の隣にお兄ちゃん座ってきて離れんといてって言われて。それだからその普通にさ、はい、そのまあ、現場とかでさ、はい、まあ、ルミネとかで会ってもさ、なんか喋りかけてもさ、なんかこう刺さらへん感じする。あ、嬉しいは嬉しいです。嬉しいです。なんかこのガシガシこ そう行く感じに見えるけど、でもなんかすごい写真撮ってるの。だって写真撮るってさ、で結構ハードル高くない？ミーハーはミーハーよね。めっちゃミーハー。なんでそのさコミュ力あってさ、俺とか喋るときさ、なんかふにゃってなるの。だからなんか同じ業界の人が意外とダメなんだ。そうなん、他業種の人だったら、はい、もう関係ないみたいな。しかも同性がちょっときあの苦手なんかも。いや、女好きやけどさ。確かにもうすごい女の人も多いもん、ね、はい、比率で言うと、比率で言うとやっぱりそうね。学生の時から女性と遊ぶんが多かったですからね。卒業旅行だって女性8人の中に1人入って、何してんの？とか言ってました。あ、そうなんだ。島スペインぐらい。で、意外とコント好きでしょ。めっちゃ好き。そうなんだよね。あ、そうなんや。めっちゃ好きです。なんか、そうだ、シソンヌとか、はい、033とか、うん、なんか見てるよね。はい、ダウ9万とかね。見に行って。そうなんや。はい、ほんまにこの世界入ってきたら、ジュニアさんにみたいになりたいなと思ってて。誰が？僕が。なんか、一言で、ポンみたいな。違うで、お兄ちゃんがバーっていじられてて、うん、僕が一言で落とすみたいな、はいはいはい、ずっと憧れてたんですけど、はい、なんか8年ぐらいやってて全然うまいこといかないって結構かかったね、はい、気づくまで、はい、で、何やろうと思ったら僕ってただの大学生やなって気づいたほんまに思ったことを大きい声で言ってが一番僕自分の中で気持ちいい、はい、じゃあもうそれでいいやと思って、ほんまにほんまここ最近です、この明るいの出していいんやと思い始めた。あ、そう、はい、楽屋とかでも
あ、それまでは抑えてたの？抑えてたというか、なんかちょっとやっぱりこうかっこいい芸人、かっこいいというかセンスあるように見られたいなって。でもさ、やっぱさ、生まれてさ、楽屋とか現場でもさ、めちゃくちゃ喋ってるやろ。あ、なんかキャッキャしてるやん、はい、なんかすげえなと思うのよえ、ないですか？でもなんか、いや、いや喋るけど別に、はい、あんななんかキャッキャした感じの雰囲気出さへんし、現場の空気がめちゃめちゃ明るい。ミキのね、ロケだから、ロケとかに重宝されるの分かる、うん、でもスタッフさんミキとロケしたら楽しいだろうなと思う。だからそうじゃん、そんなな、うん、俺らみたいなな、うん、回ってないとかムスーっとしてなんか回り始めたらはいとか言ってやるようなやつより、ちゃんと回ってない時からずっとな、なんとかせーとかってやってるのが絶対楽しいもん、絶対楽しいの、やっぱり、うん、夜のブランチって番組で楽屋がもう隣同士だから、うん、もうミキから聞こえてくる楽しげなマネージャー、メイクさん、スタイリストさんと、めっちゃもうギャーみたいな、なんか笑かしてますね二人が。やめてよ。ちゃんとスタイリストさんとかマネージャーさんとかメイクさんとか、はいはいはい、すく横の俺の楽屋ここはどうなんですか、関係性萌えみたいなのないんですか？いや、俺はもう関係性萌えで売ってるわ関係性萌えチャンネルと言ってるかもしれない甘っ、でかー、ポケモンイチゴだ、うん、デリシャスこれなんだと思う？お味噌汁をプグドタしますって書いてあるけど